先の国会では国民の皆様から大きな不信を招く結果となりました。そのことについて冒頭まず改めて深く反省し、国民の皆様にお詫び申し上げたいと思います。5年前私たちが政権を奪還した時のあの原点にもう一度立ち返り、謙虚に丁寧に国民の負託に応えるために全力を尽くす、一つ一つの政策課題にしっかりと結果を出すことで国民の皆さんの信頼回復に向けて一歩一歩努力を重ねていく、その決意のもとに本日内閣を改造いたしました。今回の組閣ではベテランから若手まで幅広い人材を登用しながら、結果重視、仕事第一、実力本位の布陣を整えることができたと考えています。この内閣はいわば結果本位の仕事人内閣であります。国民の皆様の声に耳を澄まし、国民の皆様と共に政治を前に進めていく、そしてしっかりと結果を出していく、皆様のご理解とご協力をご支援をお願い申し上げます。